本日は2021明治安田生命 J1 リーグ第37節石屋プレゼンツ赤黒の恋人マッチ北海道コンサドーレ札幌対柏レイソル戦にご来場いただき誠にありがとうございます。大型ビジョンから失礼いたします。スタジアム DJ のグッチです。皆さんこんにちは。ようこそ札幌ドームにお越しくださいました。お元気でしょうか。そして柏の皆さん、ようこそ札幌にお越しくださいました。今日はですね、札幌久しぶりの積雪となりまして、今日平年より15日遅く積雪になったという、ちょうどその日なんですけど、昨日まで雪なかったんですよ。初雪はあったんですけどね、だからこの景色も珍しいかなとも思いますけども、寒くないですか、大丈夫ですか。現在の札幌の気温が4度、千葉の気温がちなみに先ほど調べたら13度ありましたから9度ほど違いますよね。9度違ったら全然違いますが、北海道はどん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 これから寒くなってきますけども、寒いからこそ、雪景色だからこそいい景色がある、そして美味しい食べ物がある。ぜひ美味しいものを召し上がって帰っていただければと思います。もちろん白い恋人もね。はい、ということでございまして、今日は赤黒の恋人サンクスマッチと題してお送りしておりますけども、今日は札幌ドームが赤と黒にずらずらずらーっとシートに色付けをして並べております。はい、綺麗ですね。はい、あ、すんません、皆さんこのシートの赤と黒持って帰んないでくださいね札幌ドームさんの持ち物なので、これ持って帰られると、ところどころちょっとあの赤がかかってない部分がありますが、多分前回やった時に誰かが持って帰っちゃったんだろうなという、すいませんが、これ残しておいていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。さあ、外は寒いですけども、この札幌ドーム内は熱く盛り上がってまいりましょう。お付き合いください。さて、コンサドーレのちょっとしたいいニュースを2つほどここでお知らせしたいと思いますが、まずはミッドフィルダーの高峰智樹選手、10月2日のガンバ大阪戦で記録した J1 初ゴールが、J リーグ発表した10月の2021明治安田生命 J リーグコナミ月間ベストゴールに進出。おめでとう、拍手。おめでたいですね。はい、もうゴールキーパーも反応できないほどの、やっぱり強いシュートを打ちますよね、高峰選手ね、というゴールでございました。はい、さらなる活躍期待しましょう。そして、バドミントンチームコンサドーレは持ってます。11月18日から21日にかけて栃木県で行われました JTB バドミントン SJ リーグ2、あの J1、J2 でいうと J2 みたいなリーグなんですけども、2021年の大会で、見事6勝1敗で優勝しました。ということで、この優勝によりましてついにトップリーグへの昇格が決定いたしました。嬉しいですね。はい、コンサドーレはあのバドミントンチームもそうですし、またカーリングチームもあります。カーリングもオリンピック目指してね、それぞれ頑張っておりますし、バドミントンもこれからどん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 強い選手がまた入ってきてくれるのでは、活躍を期待したいと思います。そして今後コンサドーレと名のつくね、さまざまなスポーツのチームももしかしたら誕生してくるかもしれません。そんな北海道コンサドーレ札幌、もうスポーツ一丸となってみんなで応援していきましょうね。はい、という嬉しいニュースでございました。さて、試合開始は今日この後2時3分となっております。もうしばらく札幌ドーム内、私グッチー、そしてですね、 YouTube の方でも配信しておりますので、こちらの方ももしよければお付き合いいただければと思います。さあ、それではですね、コンサドーレライブお送りしていきたいと思いますが、もうピッチ上ご注目いただきたいと思います。ではゲストも迎えております。ハイジー。はい、ハイジです。よろしくお願いします。そして、はい、皆さんこんにちは、コンサドーレリレーションズチームキャプテンの川井隆二です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ライブ配信ではね、おなじみとなってきました私たち2人が今日は進行させていただくんですが、もうこのお時間から素敵なゲストお二方迎えております。吉原浩太さん、曽田裕二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、グッチーさん、はい、この北海道コンサドーレ札幌、本日の冠スポンサーであります石屋製菓様をはじめとした多くのパートナー企業様のサポートによって、
25年前に誕生しました、うん、創世期から所属した吉原幸太さん、そして長きにわたり貢献していただきました曽田さん、お二人迎えて、うん、豪華に今日はお送りしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お二人ともお久しぶりでございました。お久しぶり、幸太さんお久しぶりです。お久しぶりです、ね、なかなかコロナで本当にお会いできませんけれども、はい、幸太さんがコンサドーレに入った頃改めて思い出しますね。そうですね、まあ、はい、思い出すとこういう、ね、施設だったりこういう素晴らしい環境じゃなかったですけどもね、はい、まあなんか変わらない温かさっていうのがずっと続いてるなと思っていつも安心しながら会場に来てます、はい、あの頃あのゴールキーパーのリドさんの息子さんと一緒に遊んでたのをなんか思い出しますね、はい、思い出しますね、思い出しますねあのマイクの弟ニッキなんかあの昔のゴールポストにおしっこしちゃったりね、はい、なんかそういうのも許されるぐらいこうのんびりした、ね、環境でした。ゆるい雰囲気があります。それ本当なんです。本当なんですよ。はい、曽田さんお久しぶりでした。お久しぶりです。はい、曽田さんは最近はどんな活動をされてるのが主なんですか？僕それよく聞かれるんですけど、はい、あまり言わないようにしてます。あまり言わないようにしてるんですね。はい、秘密です。ミスターコンサドーレ、はい、いやそれにしても現役時代は本当にフルポジションやっていただきました。あのやりたくてやったわけじゃないんで、ね、うまくいかないこともあったんですが、まあ頑張りましたね、突然ゴールキーパーってのもありましたもんね、はい、そうですね、それもやりたくてやったわけじゃないんですけどまあ自分なりに頑張りました、はい、いやでもあの引退セレモニーも私担当させてもらいましたけどもね、あの曽田さんの不益流行というあの言葉がものすごく印象に残っておりまして、はい、変わるものは、美しくでしたっけ。ごめんなさい。ありがとうございます。僕の言葉っていうか、まあ、松尾芭蕉さんの言葉ではあったんですけど、はい、ありがとうございます、はい、変わるものと変わらないもの、まあ、それぞれが本当に混在しているわけですけどね、コンサドーレもどんどん変わってきてますね。そうですね、いい変化というか素晴らしい進化だなというふうには個人的に見てます、はいはい、この後はたっぷりとトークショーあるということで期待しております。河合さんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というご挨拶でございました。ということでこの後またすぐ登場しますので、皆さん YouTube の方のね、コンサドーレライブの方もご注目いただければと思います。ライブ配信しております。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。ここで北海道コンサドーレ札幌
オフィシャルトップパートナー、札幌ビール株式会社、札幌クラシック北海道コンサドーレ札幌25周年感謝感還元金贈呈式を行います。札幌ビールは今年5月にクラブ創設25周年を記念し、北海道の皆様そしてサポーターの皆様への感謝を込めた札幌クラシック北海道コンサドーレ札幌25周年感謝缶を発売。また25周年感謝缶の売上1本につき1円を北海道コンサドーレ札幌が取り組む SDGs 事業パスプロジェクトリサイクル啓発の取り組みとして67万2648円を寄付いたします。本日は還元金の贈呈を札幌ビール株式会社上席執行役員北海道本部長兼北海道本社代表小野寺哲也様から株式会社コンサドーレコンサドーレリレーションズチームキャプテン河合隆二に贈呈されます。では小野寺様お願いいたします。ではフォトセッションです。25周年感謝缶の売上寄付金はパスプロジェクトリサイクル啓発の取り組みにおいて明るい未来のための活動として有効活用させていただきます。小野寺様ありがとうございました。コンサドーレライブをご覧の皆さん、改めましてこんにちは。こんにちは。ハイジとリュウジです。かぶりましたね。いやそうですね。失礼しました。失礼しました。あとハイジとリュウジですって言うとなんかコンビ感あっていいですよね。そうですね。はい、我々コンサドーレという番組をやらせていただいてますので担当させていただいております。なんとなくね二人のこの進行の感じとかも、はい、おなじみになってきたかな。かなみんなねしっくり来てくれてると嬉しいですね。嬉しいですね、はいはい、さあコンサドーレライブ先ほどご登場いただきました OB ゲストのお二人コウタさんと曽田さんにはですね後ほどゆっくりとお話を伺っていくんですが、うんはい、まあついに今日ホーム最終戦を迎えるということで、うん、リュウジさんの言葉から今どんな気持ちかっていうのを先にね聞いてみたいと思います。いやもう本当にもう最終戦かという気持ちでいっぱいなんですけども、うんまあ、今年もね、まあ、昨年からのコロナの影響で今年もこうファンサポーターの皆さん、まあ、声を出せずに、まあ、人数制限もありましたし、まあ、非常に寂しい思いをさせてしまったのかな。しかしだけどあの温かいこの声援、拍手皆さんのこの来場してくれてるのが僕らにはもう本当に勇気でしかないので、
選手にも響いていると思います。しっかり伝わっているということなんですね。はい、はい、リュウジさんの口からそういったお言葉が聞けてすごく安心というかね、今日も応援やったるぞとそんな気持ちになりました。うん、いやー、今札幌ドームスタジアムの中ですね、ちょっと後ろのお席見えてるかと思うんですけれども、はい、あーすごい赤黒で埋まっているんですよ。リュウジさんもかなり体がやられたと言っておりましたね。腰がねちょっとねやられてますね。いや笑い事じゃないんですよね。お疲れ様でございました。こういった盛り上げもねしてくれているチーム、そしてパートナー様も皆さん、そうなんですよ、ご参加いただいているんですもんね。はい、我々、はい、クラブフロントだけではなく、ね、こうパートナーの皆様まで協力してくれたので、うん、今日はね絶対に勝ちたいです。はい、皆様本当にありがとうございます。ありがとうございます。サポーターの皆様、熱い応援をよろしくお願いします。さあ、そして本日ですね、オフィシャルトップパートナー石屋製菓様の冠マッチです。石屋プレゼンツ赤黒の恋人マッチということなので盛り上がってまいりましょう。はい、そしてここではオフィシャルオンラインストアでお買い求めいただけます新発売グッズもご紹介していくということで、はい、CRC、はい、お仕事のお時間でございます。お仕事ですか。お仕事の時間でございます。まあ、いつも仕事してますよ。あ、そうそうそうなんですけれどもね、はい、チームの新グッズの情報を教えていただきますので、受け取りに行ってもらってもよろしいですか。はい、じゃあグッズの方をちょっと、まずはこれですね。はい、じゃあじゃあじゃーん、こちらです。はい、カメラでも抜いていただこうと思います。ちなみに触り心地どんな感じですか。あ、なんかぷよぷよしてる。そう、ちょっと柔らかいのが特徴なんですよね。はい、こちらですね、ストージョとコンサドーレのコラボポケットカップです。うん、ストージョというのがですね、2014年にニューヨークで立ち上げられたものでありまして、環境に優しく邪魔にならず漏れずに気軽に持ち運べるマイカップ、うん、使い捨て文化を終わらせるという理念のもと作られているものなんですね。安全性を第一に考えておりますので、それぞれの部品がBPA フリーって皆さん分かります？いや、ちょっと分かんないです。ね、私もね今回初めてちょっと詳しく調べてみたんですけれども、はい、ありがとうございます。プラスチック製品に含まれている化学物質のことでありまして、まあ、それが使われていないよということですね。なるほど、はい、BPA フリー、悪い物質が入っていないということですね。そうなんです。他にも鉛フリー、フタル酸フリーとかね、接着剤とか化学薬品も不使用です。うん、安心して使っていただけると思いますので、はい、こちらはですね、あ、もう販売されていました。昨日です。昨日です。はい、昨日から販売となっておりますので、チェック済みの方もいらっしゃるかと思います。はい、まだ見れていなかったよという方は改めてね、チェックをお願いいたします。そしてこれだけではございません。続きまして、はい、続きましてはこちらです。じゃん。じゃん。わあ、もうすぐやってきます。クリスマスに向けて新しいグッズができました。すごい可愛いですよね。はい。赤でね、こう、はい、貴重となっております。クリスマスツリーのタペストリーとなっておりますので、紐が付属です。一緒についています。うん、お家に飾るのか、こっそり会社をコンサドーレで染めるのか、あなた次第です。こっそりしましょう。こっそりぜひお願いします。はい、そしてクリスマスのグッズそれだけではなくてですね、もう一個あるんです。こちらです。はい、近寄ってずん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 と、ドーレくんの缶バッジなんですが、ただのドーレくんではありません。サンタドーレくんです。そうなんですよ、めちゃくちゃ可愛いです。可愛いですよね。可愛いです。表情もね、はい、いつもよりちょっとポップというか、うん、可愛らしい感じになってますね。ちょっと目見開いてる感じがしますね。ドーレくんがこの缶バッジセットも販売となります。合わせて実はこんなものあったらいいなと我々も思っておりました。まあ、ちょっとクリスマスとはねまた違うんですけどね。あ、そうそう、クリスマスのグッズの他にも出るんですということで、はい、お願いします。はい、こちらです。さあ、これなんでしょう。これ見てわかりますでしょうか。わかりますか皆さん。正解は御朱印帳なんです。はい、こちらね今マイク持ってるんでちょっといいですか。あ、開いてマイク持ちながらいいですか。はい、こういう形で、はい、いろいろな神社神宮の、うんうん、御神が中の神が押せますと。はい、まあ、皆さんこれ待望だったと思うんですよね。そうですね、あの実はですね、私たちが2人で担当しているラジオ番組、はい、うん、FM ノースウェーブのコンサオレという番組でですね、リュウジさんグッズ作ってくださいよなんて企画をやった時に御朱印帳来てたんですよ。そうなんですよ、アイディアとして。はい、そうなんです。リュウジさん、もしかしてこれはリュウジさんの功績、うん、
やこれ僕じゃないんですよ。いやまた違うんかい。僕じゃないんですよ。クラブのねグッズ担当が作ってくれました、はい、俺実はコンサオレ聞いてくれてるんじゃないかという説がありますね、はいはい、こちらですねクリスマスのグッズ御朱印帳はですね29日から販売となります。チェックしてください。それではこの後はですねスタジアム DJ グッチーさんがお伝えするご案内です。そしてその後は可愛らしいあの方もご登場します。引き続き楽しんでください。北海道コンサドーレ札幌対柏レイソル戦にご来場いただき誠にありがとうございます。北海道コンサドーレ札幌からのお知らせ、オフィシャルファンクラブクラブコンサドーレでは2022シーズンの入会受付をスタートいたしました。ウェブでのご入会は即時決済でお手軽&スピーディー、事務手数料が無料なので大変おすすめです。また11月29日月曜日からは郵送及び丸井舞イースポでの入会受付もスタートです。なお本日は北ゲート一番付近クラブコンサドーレブースでもハーフタイムまで入会受付を行っております。合わせてシーズンシートも絶賛発売中。小中学生向けの席が増えてお子様もシーズン通してお得に観戦していただけるようになりました。また2022シーズン新たな会員限定サービスとしてご自身で席をお選びいただける選択サービスを導入、よりお好きな席が選びやすくなりました。このサービスは期間限定サービスとなりウェブ申し込みの募集となっております。詳しくはクラブコンサドーレホームページをご確認ください。よりパワーアップしたクラブコンサドーレ2022年も皆さんの熱い応援をよろしくお願いします。皆さんはダゾーンには加入されていますか？ダゾーンではコンサドーレの試合はもちろん J リーグ全試合を配信中です。北海道コンサドーレ札幌オフィシャルオンラインストアでは2022年ダゾーン年間視聴パスを販売中です。オフィシャルオンラインストアで使える1000円クーポンがもらえて実質4850円も月額プランの12ヶ月と比べてお得になります。コンサドーレの公式ホームページのトップページにあるバナーから加入してください。売上の一部がクラブ強化費として還元されます。1ヶ月無料のお試しもできますよ。ダゾーンに加入してみんなでクラブを強くしましょう。さて続いてはスタジアムのお越しの皆さんに本日の柏戦に関するこちらのデータをご覧いただきたいと思います。大型ビジョンご注目ください。前回対戦時は2対1で勝利しましたが2得点ともセットプレーからでした。さらに柏レイソルはセットプレーでの失点が多いというデータも出ておりまして、この試合でもセットプレーが勝利の鍵を握りそうです。で突然ですが今からこのスタッツデータにちなんだクイズを行います。名付けてコンサドーレスタッツクイズ。本日の柏戦コンサドーレはセットプレーで何点得点できるでしょうか。予想が的中した方の中から抽選で15名様に豪華景品をプレゼント。応募方法はこの後発表する電話番号に電話をかけるだけ。当選された15名の方には電話番号宛てにショートメッセージをお送りします。なお1回のご応募につき55円の通話料がかかります。ご了承ください。今日の試合セットプレーでの得点が0点だと思う方は00678051-0 番、末尾だけが違います。1点だと思う方は00678051-1 番、そして2点以上だと思う方は00678051-2 番におかけください。受付時間は今から試合開始の午後2時までです。皆さんのご参加お待ちしております。北海道札幌方面豊平警察署からのお知らせです。
豊平警察署では各種災害発生時には人命を最優先とした救出救助、地域住民の避難誘導、交通規制などの警察活動を実施しております。災害はいつ発生するか分かりません。気象情報をよく確認する、避難場所や避難経路を事前に確認するなどして事前の安全対策を取りましょう。北海道警察ではテロを未然に防止するため官民一体のテロ対策を推進しています。身の回りで不審な人物を目撃したら110番通報をお願いいたします。皆様の情報提供が多くの犠牲を未然に防ぎます。ご協力をよろしくお願いいたします。またメールや SNS を悪用したフィッシング詐欺に注意してください。電子メールや SNS に添付されたリンク設定をクリックするとフィッシングサイトへ誘導され ID やパスワードを盗まれる可能性があります。被害に遭わないための対策をしっかりと行いましょう。北海道警察からのお知らせでした。ご来場の皆様にお願い申し上げます。スタジアム内、客席、通路、階段を走られますと大変危険です。走らないようご協力をお願いいたします。スタジアム内では必ずマスクをご着用ください。ご飲食の後は速やかにマスクをご着用ください。席へチケットにも十分ご配慮くださいますようお願い申し上げます。コンコース内では飲食は禁止です。試合観戦は自身の座席でお楽しみください。またハイタッチや肩を組むなど人と接触する応援、声を出しての応援も飛沫感染防止のため禁止とさせていただいております。新型コロナウイルス接触確認アプリココアをインストールしていただくと陽性者との接触を確認することができます。ぜひご活用ください。札幌ドームからのお知らせです。スタンドでは感染症対策を徹底しビールの販売を再開いたしました。商品および金銭の受け渡しはお客様のスタッフの間のみとし、お客様同士での受け渡しはご遠慮ください。商品の受け取りは最寄りの通路までお願いいたします。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。石屋プレゼンツ赤黒の恋人マッチ、しばらくの間キックオフまでまだまだ札幌ドーム内お楽しみください。
21明治安田生命 J1 リーグ第37節石屋プレゼンツ赤黒の恋人マッチ北海道コンサドーレ札幌対柏レイソル戦ご来場いただき誠にありがとうございます。時刻は12時30分を超えました。あと1時間半ほどでキックオフとなります。まだまだ札幌ドーム内楽しんでください。さてピッチ上ちょっとご注目いただきますと、現在行われているのは YouTube チャンネルのコンサドーレ TV ということでございまして、今日はですねスペシャルゲストもいらっしゃってるようですよ。では呼んでみましょう。ハイジ。はい、皆さん大変お待たせいたしました。ピッチ上そしてスクリーンにご注目お願いします。この時間のゲスト NMB48 堀紫苑さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ改めてとなりますが、自己紹介いただいてもいいですか。はい、これは劇場用の方がよろしいですか。いいんですか。いいんですか。多分皆さん知らないと思うんですけど、ちょっと一声させて、はい、ぜひお願いします。お願いします。はい、みんなの笑顔スイッチオン、あなたのハートもロックオン、北海道からやってきたシオンNMB48 最年長のシオンこと堀紫苑です。よろしくお願いします。いやーすごいですね。はい、もうさっきからね私がデレデレしてるんですよ。恥ずかしいです。なんかこんな大きなスタジアムで自己紹介を思いっきりする日が来ると思ってなかったので、今すごい心臓がギュッてなりました。でもそんな瞬間ね一緒に皆さん迎えられましたから、はい、レアでございますよ。レアですね。あの私は昨年の厚別からのライブ配信ぶりなんですけれども、はい、リュウジさんはシオンちゃんとは。僕はあの現役を引退してから、すぐの2019年3月のトークショーですね。はい、トークショー。はい、それ以来ですね。じゃあかなり久々じゃないですか。はい、お久しぶりです。シオンちゃんは今日札幌ドームに来て今どんなお気持ちですか。いや本当に嬉しくてもうしょうがなくて、昨日からずっとドキドキしてるんですけど、はい、先ほどスタジアム内もちょっと歩かせていただきまして、たくさんサポーターの方が頑張ってねって言ってくださってすごく嬉しかったです。温かいですね皆さんもね。紫苑ちゃんがね、いろいろうちの情報を出してくれてるということ、そういうことで。ということはリュウジさんも見たことがありますね。あります。あ、嬉しいです。ありがとうございます。いつもありがとうございます。発信をぜひね皆さんにもしっかり見ていただきたいなと思うんですが、紫苑ちゃんのコンサドーレの情報、まあ、アウェー戦だったりとかのことをお話ししてくれるのはどこでチェックできますか。はい、私は YouTube チャンネルを持っているので、堀紫苑でぜひ検索していただいたら何個か出てくると思うので、ぜひ皆さんも見てもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。さてそしてユニフォームをちょっとカメラに向かって見せてもらっていいですか。はい、25周年記念ユニフォーム、うん、はい、今日も来ていただいておりますけれども、はい、NMB48 が11周年、はい、ということ で、 です数字は11、はい、関西の J リーグ3チームと紫苑ちゃんが真ん中で、うん、この25周年記念のユニフォームを着てビジュアル公開してましたよね。はい、そうなんですよ。あれどんな経緯だったんですか。関西を拠点とする J1 のクラブのユニフォームをお借りしてみんなで撮影するってなったんですけど、私は絶対にコンサドーレ以外来ませんとスタッフさんに言った結果、拍手を起こってますね。ありがとうございます。そんな形でまさかのセンターで撮らせていただきました。すっごい迫力インパクトありましたもんね、はい、一番ね目立ってましたね。それはでも嬉しいです。曲げない心で頑張ってよかったです。大事ですね、見習う部分がたくさんあるな、はい、あっという間のねお時間なんですけれども、はい、今日この後スタジアムの方まだまだ回られるということで、はい、お別れのお時間が近づいてしまいました。最後にですね、今スタジアムにお越しいただいている皆様、そしてライブ配信でもお楽しみいただいていますので、サポーターの皆さん、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、ホーム最終戦ということで私もすごく気合が入っています。皆さんの応援で絶対勝ち点3を取りましょう。堀紫苑さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、紫苑さんありがとうございました。
ということで心強い応援団ですよね。また YouTube 配信もされているということで、そちらも皆さんぜひチェックしていただければと思いますしね、これからもまだまだもちろんあのね、活動があると思いますので、そちらもぜひ舞台とかね、さまざまなサウンドチェックしていただければと思います。ということでこの後まだまだ河合隆二さんと、そして、ハイジによりますトークショーの方が繰り広げてまい、りますので、ぜひ YouTube のコンサドーレ TV の方も、毎試合ごとにありますので、皆さんもしよければ、こちら友達にも教えてあげてください。さて、今日は、スペシャルゲストとしまして堀紫苑さんがまずは来てくれましたけれども、先ほどもちょっとご紹介しましたが、曽田雄一さん、そして吉原浩太さんも来てくれているということで、改めて統一ショーがこの後ピッチで繰り広げられるようですよ。では改めて龍二さん、ハイジ、はい、はい、さあ皆様このお時間もお待たせしましたということですね。先ほどもご登場いただきましたが、改めてご紹介をさせていただきます。北海道コンサドーレ札幌 OB の吉原浩太さん、そして曽田雄一さんです。お二人よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さっきよりちょっと拍手が少ないんじゃないですか、はい、あら あ、増えましたね、増えましたね。シュンさんに負けてましたよね、絶対ね。やっぱ強いですね。強いですね、あの自己紹介は、はい、確かにできない。できるんじゃない、できない膝がロックオン、膝がロックオン腰もロックオンさあこんな感じで今日にぎやかにね、コンサドーレライブをあの伝えしていきたいと思ってるんですが、この時間はですね、まずお二人の現役時代のプレー、代表的なシーンをサポーターさんと一緒に振り返ることができるということですので、早速行っちゃおうと思います。まずは浩太さんのこんなお写真が届いてます。はい、はい、こちらがですね1996年の4月21日浩太さん、はい、プロ初出場。古すぎて動画が残ってないってことですかこれ。あと画素数がちょっと違いますね。画素数が悪すぎるっていうのもありますけど、まあでも思い切って振り抜いたのは今でも覚えてますし、あのアルシンドとツートップでね、あとはまあディフェンダーに当たって入ったんですけども、あの思い出も一番思い出のあるゴールですね。はい、もうクラブができた時の印象とかもちょっとお聞きしてもいいですか。印象ですか、まあその当時も今名誉会長の、ね、石水さんがこの会場まで足を運んでいただいて、そして今の現社長の石水はじめ君を連れてね来てくれて、あの試合終わった後になんかこうどうだやっただろうっていうようなこうドヤ顔をしてたのが印象的だし、まああの会長さんの話をしたら止まらないんですけども、常にもうやったことはもう忘れるぐらいもう常に未来を語るような人だったので、まあこの人についていこうぐらいの、まあなんかここから頑張るぞっていう感じの試合でしたね、この試合はね。いやもう素晴らしいエピソードも交えて、もう本当に素敵な時代だったんですね。時代、今の方がいいと思いますけどそんなことないです。どっちなんですか。今の方がいいことも多いですけど、はい、まあ昔みたいにこう気にしなくていいことがあんまり情報が入ってこない、サッカーに本当に集中できる環境を作っていただいてたしね、このサポーターやファンの皆さんに、まあそういういい時代だったなとは思いますけど、うん、じゃあこの時代はいかがでしょうか。続いてこちらです。1998年 J リーグ初出場。はい、画素数ちょっと上がりましたね。上がりましたね上がりましたね、確かに。あれアフターで加工してるんじゃないですかまあでもこの時なんかもで J1 J リーグをトップリーグを目指してた中で JFA を JFL を優勝してね、うん、トップリーグに立ててすごく嬉しかったっていう、興奮しながら毎試合こなしてたっていう思い出はありますけどね。そうですね、ここからそしてまあ日本代表になったりと、はい、いろいろこの北海道札幌にもね嬉しいニュースも届けていただきました、はい、続いて曽田雄志さんです。お写真お願いします。2001年 J リーグ初出場。あ、よかった、カラーでよかったです。うん、なんか意外なことに23っていう背番号が。そうですね、初めて見ました。あれなんでだったのかは分からない全く分からないです。
エピソードはなしと。なし。23番に対するエピソードないです。この後は4番ですよね。この後18番だったんですよ。あ、18番だったんですか。そうです。山瀬浩二から確か。あ、吉原康太、山瀬浩二。そうです。そうだと。そうだそうだ。僕だけ日本代表だった。この頃はセンターフォワードと。そうですそうです。攻撃でしたね。なるほど、フォワード時代の貴重な一枚でしたね。そうですよ、あの曽田さんといったらもう本当にポジションどこでもこなすというか、ね、まあ、さっきオープニングではね、やりたくてやってたわけじゃないとは言ってましたけれどだからあんまりうまくいかなかったです。でもあの時代はまだあのピクシーストイコビッチさんがまだ選手としていた時代だったので、うん、ね、対戦させてもらったりとか、だそういうすごく思い出があります、うん、はい、思い出深いそんな1年でした。そして続いてはこちらです。2002年、11月30日サンフレッチェ広島との戦い。 ありました。ハットトリックですよ。はい、ありがとうございます、はい、そしてあの伝説の V ゴールと書いてあるんですが、はい、あの今学生さんとかちょっとお若いサポーターさんだと、はい、V ゴールという言葉がもしかしたら馴染みないかも。まあ、そうですね、はい、確かに。そうですよね、あの延長戦に入った際先にゴールを決めたチームがもうその時点で勝利ということで、うん、そのゴールが決まった、はい、ということなんですよね。すごい時代でしたね。すごい時代、いろいろとすごい本当に盛り上がったと思います。まあ、この時のシーズンもすごいシーズンだったですし、まあ、J2 降格が決まっていた中で最後のまあちょっとした希望みたいな感じでたまたま入れれたので、まあ、盛り上がったんじゃないかなと思います。あの瞬間からねずっと見てきたぞという方ももちろんね今日スタジアムの中にもいらっしゃっていると思います。さあお二人は今日石屋プレゼンツ赤黒の恋人マッチということでこのピッチ上までお越しいただきました、はい、先ほど石水会長のお話もね、うん、甲田さんからちらっとお聞きしましたけれども、はい、改めてお二人にとって会長がどんな存在の方なのか教えていただけますか。僕も本当に選手の時から可愛がっていただいて本当に少年のようなおじさんだなと思ってました。で新しいことをさっきね、こうたくん言ってましたけど新しいことをどん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 目をなんかキラキラさせながら話をねしてくれたっていうのをすごく覚えてます。こうたさんは改めて、まあ、先ほどねたくさん喋らせていただいたんですけども、まあ、本当にこう僕からしたら北海道の父のような方でしたし、まあ、新しく何かを自分も挑戦するし何かに向かって頑張ってる人を本当に惜しげもなく応援するような偉大な人でしたしね、まあ、あの今日も石水さん あの飾ってあるところを見ましたけど、あとは頼んだぞって書いてたのを見てね、まあ、本当に頼まれたいなとはみんなでねあの今後頑張っていきたいなとは思いましたけどね。あ、リュウジさんが白い恋人を手にしてますよ、はい。今日はね来場いただいた皆様にもプレゼントをさせていただいております。みんなバッチリバッチリです。はい、はい、この後おいしくいただきましょうね、はい、ありがとうございます。石水会長こんな一面あったよなんてちょっとサポーターさんに伝えられるようなエピソード1個ぐらい聞いてもいいですか。どうですかね、まあ、スキーもゴルフも超一流まで行った人だったっていうね、意外にスポーツがお得意だったっていう、意外って言ったらおかしいですけどまあ何でもこうあのゴルフもですねめちゃくちゃうまくまで行ったけどすぐ飽きちゃって次のことしちゃうっていうような、だからちょっと極めるけど飽き性だったっていう話だったりね、あとはまあいつもこのスタジアムに来られた時に僕が声かけても毎回お前誰だみたいな反応される結構忘れやすいのかな。え、わざとじゃなくてですかなんかいつも本当に仲良かったんですか。仲良かった怪しい、仲良かった、めちゃくちゃご飯も連れて行ってもらいましたし、はいはい、今ここになって一瞬疑惑が、ね、出てきたかと思いましたけれども、いや素敵なお話も聞かせていただきありがとうございました。スタジアム DJ のグッチーさんもコンサドーレはもう創世期からお二人の活躍も含めてずっと、ね、見てきていると思いますが、今こうやってお二人と、ね、振り返られるのも嬉しいですよね、はい、改めて25周年なんだなってお二人 あの話聞かせてもらって、はい、非常に懐かしくなりました。いや、甲田さんそうですね、最初創世記アルシンドさんいましたもんね。アルシンドもペレイラもいましたよね。ペレイラさんもいましたよね、フェルナンデス監督時代ですもんね。
ファミリーということで本当にみんなやってましたけどもね、あの頃のメンバーも本当にね、たまにレジェンドマッチということでこのサッカースタジアムに来てくれることありますけど、またやりたいですねあれね。そうですね、帯会、そうですね、帯会として、帯戦も企画したいと思います。ぜひぜひ河合さんよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、まあ曽田さん、2001年当時もね、まだ野々村社長がキャプテンだった時代ですもんね。そうです、なんか金髪でしたね、確かね。いや、コンサドーレのほぼほぼみんな金髪でした。柄悪いと本当にいや強かったからこそだと思いますけども、そんな強かった時代の多分今日は解説で大森健作さんも来てらっしゃるんじゃないかと。あ、また金髪でしたね、多分ね、健作さんもね、あの頃金髪でしたけどもね、はい、今多分仕込みをしてる最中で、先ほど解説した。あと2001年はドームが、ね、できた年でしたからね。本当にメモリアルな年だったと思います。本当に毎試合 3,4 万人入ってましたもんね。そうですね、4万人入ってましたね。ワールドカップも行われました。ということでございまして、お二人はもうここでお別れという形になりますか。ライブ配信ではこの後もトークを楽しんでいただけるんですが、はい、スタジアムの皆さんとはここでお別れとなりますね。はい、ですか。じゃあライブ配信の方でまた懐かしい話の方、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、スタジアムの皆さんとは一旦お別れです。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。ということで改めてですが、ピッチ上では吉原浩太さん、曽田雄一さん、河合さん、そしてハイジのトークショーが行われておりました。今下がっていきますが、お二人にもう一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。はい、懐かしい話またぜひできればと思います。懐かしい話もあれば新しい話もしていきましょう。さて、来シーズン2022年のシーズンに着用するユニフォームデザインをここで発表させていただきます。ではビジョンをご覧ください。2022年シーズンユニフォームデザインいかがでしょうか。赤と黒は我なり。2022シーズンも伝統の赤と黒をもちろん継承。見頃には太い縦縞の中にシャドーストライプを使用しまして、で胸の石屋ロゴを美しく配置するグラデーションのデザインとなっております。パンツソックスは黒の分量を多くすることで力強さを表現。細部までこだわったオリジナルのパターンメイキングで唯一無二のユニフォーム。来季もまたかっこいいユニフォームになっております。セカンド、サード、ゴールキーパーユニフォームのデザインもご覧の通りになっておりますが、詳しくはクラブオフィシャルホームページご覧いただきたいと思います。2022シーズンも赤黒縦縞の誇りを胸にタイトル奪取に向けて戦ってまいります。来シーズンも引き続き共に戦っていきましょう。ユニフォームのお知らせでした。本日は石屋プレゼンツ赤黒の恋人マッチ、サンクスマッチ記念としてコンサドーレカラーの赤黒パッケージ、白い恋人コンサ限定パッケージ販売中です。サンクスマッチのキャッチコピー、俺たちは赤と黒で結ばれている。今日はクラブ創設25周年のシーズンを結び、来シーズンへの架け橋となる特別な試合です。
サポーターとクラブの絆を結ぶ思いで作られた特別な白い恋人コンサ限定パッケージ発売。本日は北ゲート2番、北ゲート3番の特設ブースにて限定販売を行っております。お値段は1箱1000円、お一人様5箱まで購入可能です。また本日のスタジアム特別販売以外にも11月29日明日月曜日から、明日じゃないですね、あさって月曜日からは道内石屋直営店の白い恋人パークショップピカデリー、石屋札幌大通り本店石屋ショップ、北海道コンサドーレ札幌オフィシャルオンラインストアでもご購入いただけますので、こちらもチェックしてみてください。コンサドーレを愛するさまざまな人の思いが詰まった白い恋人コンサ限定パッケージ、この機会にいかがでしょうか。北海道コンサドーレ札幌オフィシャルアプリスタジアムコンサドーレ、通称スタコン、皆さんはダウンロードしていただいているでしょうか。スタコンはコンサドーレの試合観戦がもっと楽しくなるサポーティングアプリです。スタコンでは本日の石屋プレゼンツ赤黒の恋人マッチスペシャル企画が行われています。アプリへのログインボーナス300サポートに加え、スペシャルチェックインボーナスとして石屋にちなみ148サポートをプレゼント。そして新機能 3D アバター用アイテム赤黒の恋人デザイン石屋コラボ T シャツも特別販売中。148サポートで購入可能なので、スペシャルチェックインボーナスで購入できちゃいます。さらにコラボ T シャツ購入者の中から抽選で11名の方に石屋コンサコラボプレゼントとして石屋製菓のお菓子セットをプレゼント。ハーフタイムまでにスタコン内で応援コメントを投稿していただいた方の中から20名様にコメントサポーター賞として必勝なまらバターバウム紬を20名様にプレゼント。スタコンアプリダウンロードについては iOS 版は App Store、 Android 版は Google Play から、それぞれスタジアムコンサドーレで検索してダウンロードをお願いします。スタコンスペシャル企画、アプリも楽しみながらホーム最終戦コンサドーレの応援をよろしくお願いします。
ここで北海道コンサドーレ札幌クラブパートナーのご紹介です。北海道コンサドーレ札幌オフィシャルトップパートナーは石屋、冠婚葬祭アイプラン、新しい人生のスタートを祝福するために私たちも新しいスタイルを守り続けます。ブライダルフェア開催、もいわしのダイヤモンドヘッド、カメラは谷穂くんのとこね。水野、ホーム最終戦コンサドーレライブご覧いただいている皆様ありがとうございます。ここからの時間はですねライブ配信のみのコーナー限定でお届けしていきたいと思います。はい、今日はホーム最終戦ということで、そして石屋製菓様のサンクスマッチということで、コンサドーレの歴史をよく知るこの2人に来ていただきました。吉原幸太さん、曽田雄志さんです。よろしくお願いします。改めてよろしくお願いします。白い恋人もありがとうございます。もうちょっと食べちゃいましたね、さっき俺。え、食べた、もう食べた何個も出てくるからあげようかそういうおじさんいる、そういうおじさん いっぱい入ってる白い恋人おじさんいっぱい入れてるまだ話、いきなり話飛んでますねありがとうございます。楽しく今日はねお送りさせていただきます。先ほどはスタジアムにお越しの皆さんとも一緒に、はい、ご自身の懐かしいお写真を見ながらプレー振り返っていきましたけれども、うん、どうでした、ちょっとお気持ちとしては照れな感じもありました。いや、もう照れを通り越してなんでしょうね、なんか本当に僕がやってたんかなっていうぐらいのやってましたよ2人とも。いや、気持ちはわかります。え、本当ですか。本当そういう感じはする。もう何年も前だからってことですかね。うん、もう前すぎてって感じ。引退して曽田が僕11、2年経ちますもん。でしょ、うん、俺が8年とか9年。あ、りーちゃんは何ですか。3年です。あ、3年まだ。もう3年、はい、でもまだフレッシュだからやっぱり。いや、でもそんな髪の毛クリクリになってくるもんね、やっぱりね引退してくるとですね。ちょっと近づけますか。俺はもう変わんない。ズームズームズーム、ねえ、クリクリでございます。そうですね、ちょっとイメージチェンジも図ろうと。あ、まあ、あの選手時代がちょっと当初感強かったじゃないですか、まあ、確かに確かに、バシッともう決めたんで、うんうん、あ、確かに言われてみたらクリクリなだけじゃなくて、はい、今日メガネですね。そうなんですよ、これよく気づいてくれました。いつもメガネかけてないですもんね。クラブパートナーでもあるルックさん、あ、ルックさんの、はい、メガネを作っていただきました、うんうん、なるほど。どうでしょうか。めっちゃいい、うん、ありがとうございます。ローガンとかそっち系は大丈夫ですか。ちょっと来てます、来てるね。あ、胴入ってる、はい、胴入ってます。胴入ってるんだ、はい。あ、メガネ復帰ルックさんのもクラウドファンディングで見たけど。そうなんですよ、あ、コータさんありがとうございます。いいよね、あれかっこいいですよね。あれはかっこいいですよね。あれ欲しいけど俺メガネしないから。あ、いい、目が視力がいいってことですか。なんか磨くもあればあれ欲しいねまあ、パソコンでもいいんじゃないですか。スマホでもいいんじゃないですか。ね、はい、ぜひ今日ブースも出てるんでね、はい、買っていただければと、はい、思いますけど。 CRC がコウタさんに営業かけてますね。買う、行く行く。何個か買えばいいですよね。何個か買って、うん、何個か、はい、先ほどよりあれフランクだなと思っている方、ここからポップに進めていきますのでお願いします、はいはい。ピッチから今お送りしているんですけれども、うん、まあ、お二人とも解説ですとかそういったお仕事ではドームに来られることもあるかと思いますが、はい、ピッチに立つっていうのはちょっと久々ですかね。そうですね、最近はもうこんな状態なんで、OB イベントなんかもピッチで気軽にできなかったりしますし、はい、スクール生とかね、たまにこうここでイベントサッカー教室できたりとかそういうのもできないので、まあ、ちょっと寂しいなっていう気持ちですけどもね。まあ、コロナになってね、うん、下のこっちにもなかなか来れなくなったりね、うん、そうですね、はい、なのでずっと打ち合わせも上でやらせてもらうことが多かったので、うんうん、久しぶりですね。曽田さんどうですか、久々にこのピッチからサポーターさんにお声をかけて手を振り合った感じは。いや、覚えてもらってんのかなっていうのが不安感。当たり前じゃないですか。当たり前じゃないですよ。もちろんでしょう。不安感ありましたけど、はい、でもやっぱり改めてなんか緊張感もあるなと思いますね。あとやっぱりこのピッチのね、芝の質がやっぱり異常に高いので、すごい、まあ、この高揚感ってのはダブルであるなと思いますね、やっぱりね。コータさんはいかがですか。いや、さっきもね、芝の状態なんかの話を育とうしながらね、すごいいいねっていう話をしてたりしましたし、はい、まあ、改めてこうやって
スタジアムにこれだけたくさんのサポーターが来ていただいているのをなんか選手に戻ったような感覚でちょっとやっぱ嬉しかった、嬉しいですね。そっか、さっきまだカメラが回っていない時ですね、はい、お二人が2人でこうピッチ上で何かずっと話していたので、はい、何の話してるんだろうねってリュウジさんと言ってたんですよ、はい、まあ、北選手大体ピッチに近づいていくんですよ。ああ、なるほどね。まあ、ボールを触ったりですとか、はい、まあ、やっぱり芝生とボールが好きなんでしょうね。いや本当にやりたいなって思いながらも、もう僕はで多分何もできないと思うのであそんな話をされたんですね多分動けないなと、はい、やりたい OB 戦で楽しみにしててください。いやそうです、本当ですよ。その OB 会のこともね改めて伺おうと思うんですけれども、はい、リュウジさんから改めてコンサドールの OB 会について教えてもらえますか。はい、コンサオールズという愛称でコンサドール選手 OB 会を今年発足させました、はい、これはもうクラブのため北海道のために、我々 OB が何かできないかと考えた末の、結果ですね、まあ、本当にこのクラブに育ててもらった、その恩返しをこう OB がしていきたいと思います、はい、今コロナ禍のこの状況が落ち着いたらきっといろんなことがあるんじゃないかなと思いますが、どんなことをしたら楽しいですかね、はい、まあ、OB 戦はやりたいですよね、まあ、楽しいかとかじゃなくて、まあ、やっぱ貢献したいなって、選手引退したらじゃあ札幌から離れる、チームから離れる、関係なくなるっていうんじゃなくて、ずっと関わりを持ってね、みんなでこういろんな地域に貢献だったりとか、もっともっと引退しても子どもたちとか地域の皆さんに夢を与えるっていうようなことをね、やっていきたいなと、曽田さんはどうですか。いや僕も本当にそう思いますし、あとサポーターの方々からねこれやってっていうご要望をね僕らが叶えるとかもあってもいいかもしれないですよね。せっかくやるんだから、うんうん、確かにちょっとお声を集めてみるっていうのもね、はい、面白そうですね。あとは河合キャプテンがいるんでだからね、はい、サポーターの声も皆さんの声も聞きやすいじゃないですか、はい、なのでやっぱり重要な存在だと思います、ね、うん、なんとか近づけたいと思います。副会長です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてスタジアムではですね、もう間もなくコンサドールズのパフォーマンスがスタートということで、ライブ配信を楽しみいただいている方にも一緒に盛り上がっていただきたいと思います。ドーレ君も登場してきましたのでぜひご覧ください。配信も踊ります。我らの応援団長ドーレ君どうぞ大きな拍手を手当てください。よろしくお願いします。ドーレ君ホーム最終戦だね。さあ試合前気合入ってきたね。今日も気合い入れて応援していくよ。よろしくね。さあそして登場してもらいましょう。北海道コンサドーレ札幌勝利の女神コンサドールズです。いでよコンサドールズ。2021年、今年も本当にねたくさん盛り上げてくれました。彼女たちの笑顔は本当に私たちのハートを温かくしてくれます。そして今日ももちろんチームのメンバーと熱く熱く盛り上げてもらいましょう。ホーム最終戦です。では参りましょうか。皆さんもぜひ手拍子で応援してやってください。コンサドールズ with Team D パフォーマンスです。グラブシングマンズアウトデアゴートファストレーションクリーンバンディッシャンダパンアンマリーシングメガメア She was the night by the waterShe's gonna stray so far away from her father's daughter. She's tells in your life, ain't gonna be nothing like my life. You're gonna go and have a good life. I'm gonna do what I got to do.She said, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody knew what I got to do. Yeah. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-bye, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Bang, 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 oh, rock-a-bye. Like that, rock-a-bye. Don't wanna cry, angels around you, that's why you're right, yeah. Rock-a-bye, don't wanna cry. Consadors with Team D, そしてドーレ君に大きな拍手をお送りください。ハーフタイムもよろしくね。
さてまたここで一つお知らせいきましょう。北海道コンサドーレ札幌 SDGs プロジェクト、パス活動の一環としましてホームスタジアム札幌ドームとスタジアムのゴミについての取り組みを行っております。札幌ドームでは紙、プラスチック、プラカップ、一般ゴミを分別してゴミを回収しておりまして、そのうち一般ゴミを除く全てのゴミをトイレットペーパーや固形燃料などにリサイクルをしております。コンサドーレと札幌ドームはゴミ分別を徹底することで一般ゴミの量を減らしリサイクル率 60% を目標としています。ご来場の皆様にはこれまで以上にゴミの分別をしていただくことでクラブ札幌ドームとともに廃棄物の削減、資源循環の促進にご協力をお願いしたいと思います。ここで前回ホームゲーム11月3日湘南戦でのリサイクル率を発表いたします。湘南戦でのリサイクル率は 55% 以上で 60.4% となりまして見事目標を上回りました。今日も試合ホーム最終戦でも皆様のご協力をよろしくお願いします。コンサドーレズのパフォーマンスお楽しみいただけましたでしょうか。私たちもねしっかり見させていただきましたが、はい、お三方いかがでしたか。すごいキレがすごいですね。あと男性のジャンプ最後あの着地で僕はもう膝 やります多分自分に置き換えて考えてる、ね、外さんやる前提なんだと飛べるかなと思って後ろドーレ君が、あ、ドーレ君、ドーレ君だ、ドーレ君映っていってご無沙汰してますちょっと、ね、ドーレ君また衣装新調したこれあれ前からかっこいいね、水のバージョン、ね、何個持ってるんだろうな、背伸びたんじゃない、伸びてない背は、背は190センチそのままですから、ね、あるか、ありがとうありがとうドーレ君、バレーだなバレーぐらい、はい、いやドールズはね僕本当大好きで、はい、ドールズ愛を語ったら本当にだいぶ時間もらえるもらうんです、取りますよ取りますよ、いやいいですいいですあの選手の時からコンサドールズって早かったんですよね、できたのが他のチームより、はいはいはい、でスタメンだと見れないんですよダンスが、あ、確かにそうですよね、はいはい、だからそうです、ね、サブの時は結構それがちょっと嬉しいっていうか、今日は見られるぞっていう、今日見れるんだみたいな結構思いは強いんですね、思い強いですよ、プロとしてはどうかと思いますよスタメンをまずね、絶対ねスタメンよっしゃーってなった方がいいですもんね、いいけど、はい、サブの悔しさはでもドールズ見れるしいいかみたいなことを思い出されますし、まあ本当にクオリティがドールズは高いんでね、うん、そうなんですよ、僕この間某チームに、うん、アウェー戦見に行ったんですよ、はいはいはい、そこの、まあ、ダンスチームみたいなの見たんですけども、うんうん、まあ上手いですよ、うん、けどドールズやっぱキレあります、やっぱね、はい、やっぱ全然違うなって思いますね、はい、だからまあ本当にもう長年金子ね先生がね、はい、こうなんていうんですかトップチームがあったりとか、うん、入るのにもセレクションみたいなのがあったりとか、うん、まあプロ意識が本当にすごいんでね、そうですね、本当に厳選されたメンバーでやってるということですもんね、うんうん、やっぱハイジ無理だな、無理じゃないですか、いけるかなと思ってチャレンジせよって言ったけど、はい、やっぱ、うん、無理じゃないですか、ね、今映像を途切れる前にね、コウタさんからハイジにハイジ戻りますって、そうなんですよ、無茶ぶりね、入ってなかったのあれ、いや入ってたんじゃないかな、こうパフォーマンスに切り替わるタイミングだったかな、コウタさんがハイジ戻りますって言ってって言って終わったんですけれども、うん、ちょっと、ま、でもチャレンジ、まあ、皆さんびっくりするでしょうね、私が踊り始めたらね、うん、意外とキレあるみたいな、あるかもしれないあるかもしれないよって低い声で言ってました今、ね、吉原コーチのもとやればいいじゃないですか、ね、お願いします、踊りはもう絶対無理なんで、まあでもねこう今後のコンサドールズもね期待したいですよね、はい、期待したいというかもう安定してますから、いやこれからもね素晴らしいパフォーマンス引き続き見せていただきたいと思いますよ、はい、誰、あれは結婚式を挙げた方でしょ多分、あ、
スタジアム内で今行われているのがウェディング、僕らのトークに対する拍手じゃないですよね。勘違い。あ、鈴井さん、やっぱりミスターが、ミスターだ、ミスターが、鈴井さんが、はい、手振ったら気がつく、ミスター、今こっちにも手を振ってくれましたよ。ちょっと遠いですが見えるかな。ミスターとあの女性は多田さんじゃないね、なんかまあお隣の収録を気にしすぎたことは我々もごめんなさい、我々の話をしましたちょっと待って、もうスタジアムの様子をね、同率の話をね、そうです、たくさんスタジアムの様子楽しんでいただくっていうのがこのコンサドーレライブでございますから、はい、まあセーフとさせてください。セーフですね、はい、さっきスタメンだとそのドールズのパフォーマンスが見られなくってっていう話があったじゃないですか、はいはい、今このお時間って、うん、まあ、しっかりこう気持ち的に落ち着かせていたりとか、はいはい、まあ、それぞれでアップとかの時間っていう感じなんですか、うんうん、どうですかね。アップに出る前っていうのは本当に慌ただしくロッカーの中で着替えを済まして、あとはマッサージだったりホットのオイル塗ったりとか、うん、あとは髪の毛バーってきっちりやってる選手もいれば、あとは外国籍の選手だったらちょっとトイレの方でお祈りしたりだったりとか、 あとはもう各々ですね、あのイヤホンかけて自分の中に集中している選手もいれば、はい、チームって絶対ロッカーに音楽かけてるんで、うんうんうん、それにみんなで乗りながらあのリラックスしたりとか、本当いろいろ。曽田はどうでした、だから今全部言われましたよ、だから、うん、全部言っちゃうからやってたこと全部言われちゃった、言われて、その中で何をされたのか、ね、瞑想瞑想僕は音楽聞いてました。音楽、はい、音楽です。どっち派、そうみんなで音楽聞くのか個人なのか。あ、でも最初僕がコンサドーレ入った時は共通の音楽が大きい音で鳴ってたんですよ、うん、そこからそれがなくなって、うん、個人の時代があって、だからそれぞれで聞いてました。それぞれはあんまり良くない。なんでですか。やっぱりこう話しかけた時にあっ、 あって言われるの、そのイヤホン。だから集中してるんだから一緒に。違うよ、でもあのそれ各々だからいいんじゃないですか、ね、すり合わせたい時とかあるやん。コミュニケーション取りながら、そうそうそう、コミュニケーションですね、うん、バスはいいよと、はい、だからロッカーは俺はもうあんまり。でも選曲がちょっと悪かったらどうします。いやいや結構それはあるね、そのセンスあるじゃないですか、上がるようなやつをやってくれるんだよスタッフ。ちなみに何聞いてたんですか。俺はもうミスターチルドレン、終わりなき旅、ね、あ、いいですね、いいですね。自分が歌ったやつ、カラオケのやつね。え、いや、そうそうそうめちゃくちゃ面白いですよそれいいの振っちゃったな今な河合さんは CRC は。僕はね、うん、ブラジル人がよく爆音で流してるのを聞いてましたね。はい、もう多分僕らの時はそんな感じでしたね。あ、でもそれもブラジルの音楽ってことですか。ブラジルの音楽です、むちゃくちゃ爆音なんで。あ、でもちょっとサッカーっぽさはありそうですよね、うん、やっぱり、うん、まあ、ちょっとうるせえよって思ったりする人もいるだとかいないだとか今日なんか暴露大会みたいになってますけれども、うん、大丈夫ですか。全然そういう方向でも、ね、うん、大丈夫ですよ、うん、まあ、こう楽しんでもらえればね、はい、皆さんがいいですよね。たまにしかこういうの呼ばれないんで、ね、でもそういうとこってめっちゃ気になると思うんですよ、うん、その試合前どういうね、流れで出てくるのかなっていう、うんうん、そう、私たち見られないところなので、ね、どんな様子なんだろうっていうのはすごい気になってましたね、うん、ハーフタイムとかね。ハーフタイム、あ、ハーフタイムはじゃあどんな過ごし方をされるんですか。夏だったらまず着替えだよね。着替えます、うん、ね、絶対。でも全部下手したらシャワー浴びません。あ、ハーフタイムのあの時間で。いた、はい、いた、浴びます。リュウジさん浴びる派。浴びる派。へえ。俺は浴びない派。浴びない。僕顔ぐらいですね、ちょっと顔を洗ってみたいな。なんかもう順々ですね、はい、順々だ、ね、はい、ただハーフタイム終わってんのに当たったディフェンダーが汗だくでビシャってなる時はテンション下がる。あ、うん、着替えてこいよとか、はい、あ、じゃあ着替えない方も中にはいらっしゃるんですね。いるいる、全然ビシャビシャのまま出てくる選手もいる。いました。いるいるいる。ユニフォームは2枚ぐらいは揃えてあるじゃないですか、うん、うんうんうん。で前半後半で、うん、着替えて、はい、あとはシューズも履き替える選手なんかもいますよね、うん、あ、いたいた。ソックス変えてね。僕全部変えてました。僕も全部変えてましたね。俺ね、汗あんまりかかないタイプだったんで足の方とかは、はい、だから靴下にあんま汗が行くことなかったからあんまり靴下は変えなかったけど、あとめんどくさがりだったんで。本当に人それぞれなんですね。本当ですね、うん、でもそんなお着替えとかしてたら時間あっという間ですよね。そうなんですよ。だからミーティングが聞けてない時が、うん、いや嘘聞いてます、大丈夫ですびっくりしました。うんうん、ね、だってね、あ、まあ、でも監督がめちゃくちゃ激怒りの時は、はい、聞けなかったりするの。あ、なかなか。そう、うん、一度ね、まあ、ガンバの時に早野さんがガンボールでゴミ箱置いてんだけど、それをボーンって蹴っちゃって、怖い、 それに足入っちゃってさ、なかなか抜けずにハーフタイムが終わったっていう
いない、めちゃくちゃ面白い、面白い、いない人の暴露はちょっとねあいないちょっと話が面白すぎてそうそうそうちょっと、はい、今ね、じゃあこの余韻に浸ったままゴールキーパー一緒にお迎えいただきたいと思います。さあ登場していただきました。待って、池さん背番号34中野小次郎。さあこのゴールマウスを守るのは2人ですが、その後ろからぜひ皆さんのパワーを送って今日は失点ゼロで締めくくりましょう。ゴールを守るのはサポーターの皆さんと共に We are 北海道コンサドーレ札幌。さあまずはゴールキーパーが登場ということで画面の前の皆さんも一緒にね迎え入れていただきましたけれども、ここからはちょっと、まあ、チームだったり選手のお話も一緒に交えて聞いていきたいと思います。まず今ご登場いただきましたゴールキーパー菅野選手、まあ、我らが守護神ということで今年すごい活躍しておりましたけれども、うん、お二人はどんなゴールキーパーだと見ていますか。まあ、僕何回も対戦したことあるんですけども、はい、やはりポジショニングもいい選手で、あとはフォワードでこう1対1とかこう行くときにボールに見た瞬間にちょっとポジションを変えられてたりとか、まあ、やはりこう上背がない分、うん、いろんな努力をしてポジショニングだったり反応の なんとか届くようにしたりとか、まあ、スペシャリストですよ。そういう意味で考えてもね。曽田さんはいかがですか。もうプレイヤーとしてはやっぱり、まあ、ベテランでね、大ベテランですけども、うん、本当に準備が素晴らしいんだろうなってやっぱり感じさせる、常に。まあ、それはプレーのもちろん準備もそうですし、うん、まあ、例えば今のようなウォーミングアップの準備もそうでしょうし、うん、なので本当に隙がないというか、ミスがおそらく本当に少ないゴールキーパーなんだろうなと思いますね。リュウジさんと私は、はい、コンサオレというラジオ番組を2人で担当させていただいてて、はい、うん、今シーズンリュウジさんは菅野選手をもうベタ褒めしていたんですね、はい、まあ、一緒にやってるしね、うん、そうですね、はい、うん、改めてここでもリュウジさんはどんな選手と思ってるか教えていただいていいですか。いや、もう本当にお二人がおっしゃった通りで、まあ、それプラス、まあ、もうプロフェッショナルの塊、すべてをサッカーに注げる、そして食生活とかもですよね。食生活かなりこだわっていて、まあ、これ食べたら明日響くだろうっていうものは全部排除して、もうすべてがサッカーのために生活しているなっていう印象を受けますね。お三方も現役時代は食生活気にされてっていうところありました。まあ、今の選手ほどね、こう情報がない中で、はい、ある程度油物を控えたりだったり、その中での知識ではこう頑張りましたけど、ね、そうですね、はい、そう思いますね、うん、まあ、僕もあの場合は好き嫌いがなかったので、はい、何でも、もうそう、常にバランスいい食事ではあったと思いますね、うん、ちなみに今はどうですか。今はまあ気は使ってますけど、気は使ってますけども、うん、先週の時ほどは気使ってないですかね。そう、でも油断しちゃうとやっぱね、やっぱ体ってそうなんですね、ちょっと体を超えちゃったりするんで、はい、それは気使ってね、我々頑張りましょう、頑張りましょう、はい、いやでも本当にすごい変わらないし、うん、OB 戦、はい、活躍を見られる時もそうですし、普段のこういったスーツ姿のスタイルの時とかもそうですけれども、うん、皆さん本当変わらなくてびっくりしますよね。いや、どっちかに振り切りたいよね。どう変わんないかも、めっちゃ太るか。じゃあ後者と思います。そうですよ、後者は言ってよ。後者はちょっと頑張りたい、頑張らせてよ。さて選手入場です。こちらもお迎えをよろしくお願いいたします。さあ赤黒の選手がピッチ上へと登場してまいりました。どうぞ温かく熱く拍手で迎えてやってください。ホーム
最終戦、今季限りでJ選手が退団します。すでに発表しておりますが、生で見られる機会は本当にこれがもしかしたら最後になるかもしれません。そのJ選手のためにもみんなで勝利を勝ち取っていきましょう。最終戦勝利を We're 北海道コンサドーレ札幌。ピッチ練習中の選手の様子をご覧いただきながら私たちのトークも聞いていただくということです。先ほど選手入場の際、我々のもとにですね、はい、あるものが飛んできたんですけれども、あるものテニスボール。はい、そうですね、テニスボール飛んできましたね。今日サッカーの日なのでね。なんでだろう。テニスボール、ブルーノ、ブルーノからね、うん、これブルーノから渡されたね。ブルーノコーチです ね、 そうですね、ブルーノクアドロスコーチから、はい、ソダユシさんの元へテニスボールが投げられるという。なんだったんですかね。テニスボールってストレッチとかで使うんですか。マッサージに使ったり、あとはあのリフティングでこう、はい、ボールの芯を捉えるようなトレーニングですよね。なんでっていう顔をしたんだけど、うん、大丈夫大丈夫っていう風にしてね、笑顔で多分全然伝わってないじゃないですか。 CRC だったら今川口でもリューティング10回くらいはテニスボールでやれるんで、まあまあまあ、どうします。今ね、映像は私たち映ってないですし、うん、まあでも映ってますよ。あ、本当だ、あ、撮られてる。でもね、ピッチに入りそうな気がします。あ、そうだそうだ、それだから危ないです、やめておきましょう。後でこっそり裏で見せていただこうと思います。ピッチに入れることはないですけどね。ないですけどね、3人で回しながら。さあ今日はね、お二人にぎにぎと放送していただいておりますので、
ここから私の方でも YouTube の放送の画面を確認できるようになりましたので、うん、はい、お二人そしてリュウジさんとお三方が聞いてみたいことなどなどありましたら、はい、YouTube のチャット機能コメントをどん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 送っていただきたいと思います。すべてを読めるわけではないので申し訳ないんですが、いい質問が来た時には、うん、お二人そしてね、リュウジさんに、まあ、お三方に、うん、投げかけさせていただくと思いますので、はい、そうですね、覚悟しておいてくださいね。ぜひぜひ素敵な質問をね、お待ちしております。お待ちしております。楽しみですね。はい、はい、今たくさんで、ね、感想などを一緒に送っていただいてたんですけれども、うん、ここからちょっと聞いてみたいことなどもぜひ送っていただければと思います、はい、さてその間にちょっとお聞きしたいことなんですが、はい、今選手が入場してきた際には J 選手の登場シーンでは、うん、サポーターの皆様そして私たちもですね、はい、JE と声を、ね、送りましたけれども、うん、ちょっと寂しいニュースとなりましたよ ね、 はい、まあ、ね、プロの世界必ずあることではあるんですけども、やはりこう現実に目の当たりにすると寂しいですよね、まあ、彼がこのチームに残してくれたものは非常に大きなものだったので、まあ、約5年ですか、まあ、本当に記録にも記憶にも残った選手かなと僕は思ってます、うん、そうですね。北海道コンサドーレ札幌の J 選手として見られるのは今日が最後ということになりますもんね、はい、はい、まあ、選手としては最後ですけどもね、 何かしら関わっていただけると思うのでね、はい、僕もかなり北海道好きなあのコメントだったり、どうしましょうか、はい、OB 会の方は、 OB 会の方はちょっと怖いんでやめときましょう。怖いね。あの外国籍の選手がね、うん、こうどうしていいかな、はい、コンタクトが取れないので、この辺の問題はクリアになれば、まあ、問題ないのかなとは思ってますけど、うん、ゲストとしてね呼んだりとか、はい、まあ、そういう感じになるとは思いますけど、うん、よく練っていただいて、はい、そんな明るいニュースもあったらいいなと思いますね、はい、さあそして今日注目選手というところでもお話を伺っていきたいんですが、うん、お一人ずつ行っちゃってもいいですか、はい、じゃあ曽田さんからいいですか。僕はそうですね、まあ、本当は得点もね取って勝ってほしいって気持ちもあるんですけど、うん、まあ、大学の後輩でもあるのであまり話したことはないんですけど、高峰君、はい、高峰選手にはちょっと期待はしてます、はい、まあ、守備の面でももちろんですけどね、攻撃面で彼の、はい、さらにいい部分が、ね、出て、まあ、パンチ力もありますし、うん、まあ、なんか得点にも、まあ、守備はもちろんですけどね、うん、得点にも絡むようなプレーが 見れたらなと思ってます。高峰選手、うん、はい、はい、じゃあ、ま、コータさんは、まあ、僕は、ね、宮澤選手に注目したいなと思ってたんですけども、はい、まあ、高峰選手がその宮澤選手が後ろに入ることによって1枚上がれる攻撃的な位置に立つので、あの宮澤選手がしっかりカバーしてもらえると思います、うん、ただあのやっぱり僕フォワード出身だったんで前の選手を注目に挙げたいなと、全員挙げたいんです、全員にしましょう、はい、もう俺が言うことなくなっちゃったんですよ。小田さん、宮澤選手はあの多分 CRC が言ってくれると思うんで、はい、小頭選手、はい、まあ、全員に期待する中でも特に小頭選手ですね。特に小頭選手、わがままコータ大変なぜでしょう、まあ、ワントップでかなりストレスをあったと思うんですよ、決めなかなかうまく決めれなかったり、はい、それであのミラン選手が前に入ることによって一つ下がるとポジションに入るとは思うんですけども、うん、そこでねあのちょっと一つ気を落ち着かせてというかリラックスしてできるのが今日だと思うので、はい、まあ、ぜひミラン選手とのコンビネーションとか期待したいですし、うん、前からの前線でのディフェンスとかね、うん、運動量スプリントっていうところも、まあ、しっかりとやってもらいたいなと思います、うんうん、そうですね、得点シーン見たいな、はい、見たいですよね、うん、なかなか最近こう得点力不足と言われ続けてるんで、あれフォワードとしての気持ちってどうですか、はい、まあ、やはり責任感を本当に感じますし、ね、決めれてないっていうのがなんでなんだろうというある程度流れとかもあるんですけど、でもやっぱり何かどっか覚悟が足りなかったりとか、うん、はい、どっかに原因はあるんで、はい、それをしっかりとチームでフィードバックしてやってるとは思うんですけどもね、今日はしっかりと最終ホーム最終戦やってくれるとは思いますけどもね、はい、そうですね、ホームがね、うん、しばらくちょっと結果が振るわずっていうところでしたから、はい、今日こそっていう気持ちですよね、はい、はい、まあ、やはりこのホームでは勝たないといけないですよね、曽田さん、
やっぱりこのドームの素晴らしい環境と、うん、まあこのホームの最終戦っていうのでもう絶対勝ちたいって気持ちは溢れてると思うんですけど、はい、ただやっぱりそれで固くなってももったいないので、うん、まあ自分のできることにまず集中してもらって、はい、多分それが一番結果に出ると思うので、まあ気合は入れるんですけど、あまり気負いすぎずやってほしいなと思います、うん、はい。スタジアムに来られてないという方もですね、お家などで応援してくれていると思います。ぜひ赤黒で染めて応援をお願いします。ちょっと1個質問届いているものいいですか。はい、ぜひぜひ。3人は対戦相手として戦ったことがあると思いますが、はい、その時の印象ってどうでしたか。いや、俺から行かせてもらうと、はい、ソダートはないのかな、対戦がない。いや、うん、多分僕もないかな。ないかも。ソダは置いといて、じゃあね僕はリュウジとはやってるんだけど、はい、まあ、やっぱりもう激しくボール取りに来るし、ボランチとしてすごい選手だなと、嫌な選手だなと思ってましたし、うんうん、ただキックはあんまりだなと思って。お、ゆうじさん言われてますよ。いや、なんか嬉しいなと思って聞いてたらおいって上げて落とすっていうね。キックも全然全然つなぐとこなんかうまかったですし、ただボールを取りに行く時の迫力っていうのが J リーグでも本当にトップクラスの選手だったんで、まあ本当にそれは今でも覚えてますよ。素晴らしいです。その印象がとても強いということですね、はい、で引退して喋りかけてたら、はい、敬語で喋りかけてたんです。俺年上と思ったから、はい、なら、コウさん僕年下ですよって言われて全然覚えてないですよ。それ一つぐらいですか。はい、一つ僕の方が年下になるんですけど、はい、全然覚えてないですね、それ。いや、そう、めちゃくちゃいい人じゃないですか。めちゃくちゃいい人。あれ、お三方同年代ぐらいですよね。お年は袖川は同じです。同じ年、そうそう、同じ、はい、僕が一つ上なんです。はい、はい、じゃあ今回先輩ということで。いやいや、まあ先輩なんですけども後輩みたいな感じですよ、この3人で集まるときは。いや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 、何おっしゃいますか。全部にオチをつける人ないですからそれでは両チームの選手紹介が始まりますので、こちらを見ていただきます。キムスンギュ、ディフェンダー背番号25、大南拓磨。ディフェンダー背番号3、高橋裕二。ディフェンダー背番号44、上島拓実。ディフェンダー背番号4、古賀太陽。ディフェンダー背番号20、三丸博夢。ミッドフィルダー背番号27、三原正俊。ミッドフィルダー背番号22、ドッジ。ミッドフィルダー背番号11、マテウス・サビオ。ミッドフィルダー背番号33、仲間隼人。フォワード背番号9、クリスティアーノ。サブスティテューション、ゴールキーパー背番号21、佐々木正人。ディフェンダー背番号24、川口直樹。ミッドフィルダー背番号26、椎橋啓也。ミッドフィルダー背番号28、豊島幸郎。ミッドフィルダー背番号39、神谷雄太。フォワード背番号35、細谷真央。フォワード背番号19、武藤勇樹。監督はネルシーニョ。続きまして、赤と黒、縦縞のユニフォーム、そう、我らが北海道コンサドーレ札幌。背番号1、菅野貴則。
フェンダー背番号2田中俊太、ディフェンダー背番号10宮澤ひろき、ディフェンダー背番号5福森明人、ミッドフィルダー背番号9金子拓郎、ミッドフィルダー背番号14小前義明、ミッドフィルダー背番号6高峰智樹、ミッドフィルダー背番号4須賀大輝、ミッドフィルダー背番号35小柏剛、ミッドフィルダー背番号18チャナティ、フォワード背番号32ミラン・トゥチッチ、サブスティテューション、ゴールキーパー背番号34中野コーチロー、ディフェンダー背番号3柳高弘、ディフェンダー背番号47西野翔太、ミッドフィルダー背番号8深井和幸、ミッドフィルダー背番号27新野拓磨、ミッドフィルダー背番号28青木亮太、フォワード背番号48 J、 監督はミハイロ・ペトビッチ、2021年、さあホーム最終戦です。ノーチャレンジノーチェンジ、勝利を我らに。 We are 北海道コンサドーレ札幌。本日のゲーム主審小谷康平、副審高木匠、浅田武史、第4審船橋昭次、ビデオアシスタントレフェリー千立圭吾、アシスタントビデオアシスタントレフェリー川崎昭人、以上審判団で行われます。マッチコミッショナーは高林正則です。グッチーさんの J という紹介もね、こういつもよりもより気合が入った、そんな風に聞こえましたね、はい、うん、はい、皆様一緒にメンバー紹介盛り上げていただきありがとうございます。新たな質問をここで一つ、はい、コンサドーレで一番熱い男は誰といただきました。それは今の選手、まあ、現役の選手でも、はい、周りの方でも、もちろん OB だったりね、まあ、ミッシャーはそりゃ熱いか、ミッシャーは熱いですね。超えるというと誰ですかね、まあ、川井隆二じゃないですか。お OB だとかなり上位じゃないですか。川井隆二、まあ、上位に来るね。僕はクールな方ではいたんですけどね。いや、クールではないと思うけど熱かったね。だいぶそのエネルギーは外に出てましたよ。そうですね、はい、あとはもう初代で言ったらもうカジノサトシさんっていう、カジノサトシさん、ヒゲがある、はいはいはい、熱かった。エピソードとしては
いや、やっぱり全然自分が悪いのに人に食い食ってかかるんですよ。それ悪口じゃん。お前が悪いんだろう。それ暑いのと違う。それは暑さの違い。違う違う違うか。暑さと違った。じゃあ違いますね。いやでも面白い話今日たくさん聞けて、もうすごい笑ってます。楽しい。今の現役選手だとどうですか。どうでしょうか。やはりタクマは俺は荒野タクマっていうのは、うんうんうね、あんまりこうチームメイトにわーって言う、まあ言うこともあるんでしょうけども、はい、他のね、チームのどんな選手にももう負けないっていう気持ちを本当メンタルを持ってるなとは思いますね。僕も話したことないんですけどね、その深井選手はね、うん、一見静かだけど、なんか熱そうな感じはするけど、どうですか。わかります。熱いですよ。やっぱ熱い、あの秘めたものはありますね、うんはい、あとは高峰選手なんかもやっぱり熱いですよね、うん、ピッチ上はやっぱりね戦いの場なんで、じゃあ誰なんだって話ですよ。いやそうなんですよ。正解は結局やっぱり CRC ですよ。あ、じゃあ CRC、 ここは CRC が、はいはいはい、熱い男、うん、ありがとうございます。お願いいたします、はい、ありがとうございます。もう一ついきたいと思います。 OB 同士で連絡取っていますか。はい、どうでしょう。 お二人は俺はかなり取ってます。取ってる。僕は結構薄いかもしれないです。なんか曽田はいろんなアスリートと関わりを持ってサッカーだけじゃなく、だからそういうイメージで、僕はどっちかというと、関西系の、はい、西の寄りの選手、西谷とか、あと小島ひろみとか大黒まさしとか。高田さん濃いっすね。メンバーバンドリュウジとかなんかやんちゃ系だ ね、 なんかちょっとやんちゃ系、ちょっと、うん、だからそういうメンバーとはどうとか連絡取り合ったりとかね、はい、あとはあの SNS がつながってるんで、うん、デリバルデスなんかともちょっとたまにメッセージを交換、伝説のしたりとか。何を話すんですか。いやもうあのスタンプだけですよ。なんか可愛らしいですよね。俺いつも鉄球のスタンプを送るんですよ。なんだとそれは。ハート代わりに鉄球のスタンプを送ってますけど、ね、はい、お二人のね、あのお答えも面白いところなんですが、ちょっと柏戦のスタッツが出ているということで、この辺で一緒に見ていきたいと思います。こちらです、ドン。前回のですね柏戦がセットプレーから得点を取れているということで、はい、うんうん、皆さんにも今見ていただいています、うん、どうでしょうこの辺の数字お二人見て。どうすかね、まあね、もう解説も長いですからね、まあ、お二人は、うん、スタッツ解説結構難しいですよ。なんかやっぱ難しいですね。まあね、そうですね、うん、そのままなんか見たまんまやろっていう解説になりそうなんで、まあでもやっぱり攻撃が持ち味のチームとはいえ、得点がやっぱり少ない傾向はね、どうしても高いのかなと思いますよね。あとやっぱりセットプレーといえばこの方を外せないということで、この選手のデータが出ています。福森明人選手、うん、はい、福森選手に関してはどんな印象がありますか。もうね、キックに関しては J リーグでも本当に屈指っていう選手にもう完全になりましたしね、うん、あとね、うん、まあ、キックはもちろんですけども、こうスルスルとドリブルで持ち上がっていってね、うんうん、味方を使ったりとか相手の逆を取ったりっていうのも見てもらっても本当にセンスのある選手だなと思いますし、まあ寡黙なタイプなんですけども、はい、常になんか狙ってるよね、プライベートでも。そうですね、プライベートも、はい、面白いことを、はい、なんかこういたずらを狙ってたりとか。そうなんですか。そうそう、そういうのも。そっか、確かになんかロッカールームとかでなんか仕掛けてる映像とか見たことあります。そうだから意外とそういうサプライズが好きな選手なんでね、はい、プレーでもそういうびっくりさせるようなことなんかも狙ってるなという印象ですね。お、今日は注目選手、そしてね、今こうやってスタッツから見る選手とお話を伺ってきましたが、しっかりとその選手一人一人の活躍を見ていただきたいと思います。ダゾーンで試合をチェックしていただく方もね、たくさんいらっしゃると思うんですが、ダゾーンではコンサドーレの試合はもちろん J リーグ全試合配信中となっています。現在クラブのオフィシャルオンラインストアでは2022ダゾーン年間視聴パスを販売中です。こちらですね、なんと月額プランの12ヶ月分と比べると実質最大4850円もお得になるんですよ。オフィシャルオンラインストアで使える1000円分のクーポンも今ならゲットすることができますので、ぜひこのお得な期間にチェックしていただきたいと思います。ぜひクラブオフィシャルオンラインストアから加入をお願いいたします。
クラブオフィシャルオンラインストアからご購入いただきますと、購入金額の一部がクラブの強化費用としてクラブに還元されます。ダゾーンに加入してぜひ一緒にクラブを強くしてください。よろしくお願いいたします。さてそれではですね、ライブ配信のお時間はスタジアムの映像があってその後選手入場キックオフと選手入場あたりでお別れとなってしまいますので、そろそろもうそろそろお時間がなくなってきた頃なんですね。はい、はい、なので延長しましょう。お姿を映してもいいですか。じゃあ皆様はい、リュウジさんから延長はなしってことですね。延長残念ながら試合が始まってしまいますのでいやもう本当あっという間じゃなかったですか。いや楽しかったです。楽しいですね、はい、あのこれちょっと秘話なんですけれどもね、はいはい、あの打ち合わせということで、うん、4人で少しこのお話しする前に顔合わせをさせていただいたんですが、コウタさんがねちょっと喋る時間少ないんじゃないかってコウタさん言ってましたよね、はい、言ってましたね、うん、やっぱりもうなかなかこういうのもないんで、はい、溜まってましたからね、うん、喋りたい。発散できました今日。作り話も作ってきたけど作り話だったんですか今までの話何だったんだ今日絶好調ですね仕込むな。ちゃんとしたことでしたよ。ちゃんと実話を喋りましたよ。いや、よかったです、はい、だってもう司会みたいな感じで回していただきましたからね私今日これでなんか仕事しに来たって言えないなって思いましたもん自分。いやいやだいぶ楽してますもん今日。いやそうですよね、はい、我々楽してますよね。楽させてもらってます、はい。じゃあぜひ今度からまた曽田吉原コンビね、ぜひ、ね、ぜひぜひ。あ嬉しい。宮沢キャプテン、宮沢選手、僕いなくてもいいんじゃない。いやいやいや一番重要ですよ一番重要そうそう今ね選手が一度ロッカールームに戻る姿も見届けていただきまして、さあもう間もなくトークタイム終了ということで、はい、せっかくですからお一言ずつ、はい、スタジアムにお越しの皆さん、ライブ配信見ていただいている皆さんにいただきたいと思います、うん、それではコウタさんお願いします。まあ、そうですね、今日は久しぶりにこうホームで戻ってきて試合ということでね、絶対勝つっていうことも大事ですし、まあ、やはり札幌のファン、もしそしてレッソのファンも今日たくさん来てるので、来てますね、ありがとうございます。本当にまたこうサッカーをやる雰囲気というのが戻ってきているのでね、その中で、いいサッカーを本当に見せてもらいたいですし、僕もねこうやってイベント参加できてまた改めてねもっともっと頑張ろうと思いましたんで、はい、今後ともね一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございます。曽田さんもお願いします。はい、まあ、このホームもラストですし J リーグもあと2試合で終わりますよね。で終わるとまたサッカーが見れない時間というのがまた訪れると思いますんで、まあ、今年の最後の楽しい締めくくりをぜひしていただきたいなと、まあ、選手にはその分ね本当に全力で勝利に向かって、まあ、チャレンジしてほしいなと思います。はい、ありがとうございます。今日は本当に楽しいお話をどうもありがとうございました。ありがとうございました。ゆうじさん一緒に熱く応援、はい、頑張っていきましょうね。頑張っていきましょう。はい、それでは皆様カメラにちょっと目線をいただきまして、本日のゲストは吉原浩太さん、曽田雄志さんのお二人でした。そして MC はハイジと CRC の河合隆二でした。ありがとうございました。ありがとうございました。88円となりました。多くのご支援誠にありがとうございます。なおただいまサポーターズカードの新規会員を募集しております。詳しくは北線ホームページをご覧ください。ではここでボールパーソンをご紹介します。本日のボールパーソンは札幌スポーツ&メディカル専門学校の皆さんです。どうぞ大きな拍手をお送りください。
そして皆さんよろしくお願いします。北海道コンサドーレ札幌、宮沢ひろきです。1年間応援ありがとうございました。ホーム最終戦は皆さんが会場に来てくれて僕たちを応援してくれることで自分たちも力が発揮できると思います。ふわっと浮かせてきました。目で受けてシュートだ。最後は金子か。ゴールから離れるボールですが、さあこれゴール正面シュートシュート炸裂。左足リフレクト、まだある。菅が追いつく。折り返した。大きい先制札幌。まだまだコロナという状況ですけど、ぜひ会場に来て応援してください。よろしくお願いします。仕掛けろ。ノーチャレンジノーチェンジ。ホーム最終戦、赤黒の恋人、最後の最後、ラストワンプレーまで攻め続けろ。